リガーレ仙台は宮城県をホームタウンとする女子バレーボールの社会人クラブチームである。2021から22シーズンより V リーグ参入が内定している。運営は一般社団法人レオバレーボールクラブ仙台で宮城県バレーボール協会理事長の遠藤健三が代表を務める。2018年8月発足。2021から22シーズンからの V リーグ参入が内定。ホームタウンを宮城県仙台市、サブホームタウンを同県富谷市とする。チーム名、リガーレはラテン語で、つなぐ、結ぶの意味で、たくさんのつながりを生み出し強い絆で結ばれるチームになるという思いが込められている。2018年8月、宮城県仙台市で昨年6月まで活動していた仙台ベルフィーユの関係者が中心となって同市に設立された。当年度新たに開幕される V リーグへの参入を目指すチームとして設立され、ベルフィーユが経営悪化で解散した経験を生かし、宮城県バレーボール協会役員が代表理事となり、一般社団法人を設立し、透明性のある運営母体を目指すとした。元日本代表女子監督で、ベルフィーユの監督を務めていた桂和伸元がチーム責任者を務め、同氏が豊田社体クイーンシーズの監督を務めていた時期に、同チームでプレーしていた船崎めぐみ氏が監督に就任。そして、仙台出身の元日本代表で2016年、リオネジャネイロ五輪でも正リベロとしてプレーした佐藤有紗が日立リガーレより移籍加入した。2019年3月30日ユニフォーム、新加入選手をエスパル仙台店で発表。6月、福井県で開催された全日本6人制女子バレーボールクラブカップ選手権優勝。9月、結成から監督を務めた船崎めぐみ氏がチームの方向性の違いを理由に退任。主将で日本代表経験ある佐藤有紗が選手兼任監督となる。同月、岩手県一関市で開催された天皇杯、皇后杯全日本バレーボール選手権。大会東北ブロック準優勝する。12月2日、2020から2021年シーズンの V リーグ参入のための V リーグライセンス、審査委員会の審査が通らず V リーグ参入が見送られた。2020年3月31日、雨、堤みなみ、今野美智子、荻野正子の対談を発表。2020年10月16日に S3 ライセンスを取得し、2021から12シーズンからの V リーグ参入が内定した。2019年9月皇后杯バレーボール大会東北ブロックよりありがとうございます。